はい、ちくわでーす。今回はタロチゲームというゲームをご紹介します。こちらのゲームは初代ポケモンのような世界観で、広大な世界を旅してモンスターを捕獲しレベルアップをさせてバトルをするオンチェーンの RPG となっておりまして、入手したアイテムやモンスターはすべて NFT として取引するといったことができるようです。で、こちらのゲームは2月の16日に既にリリース済みのゲームとなっておりまして、インストール不要で、ブラウザ版で、ゲームがプレイできますので、早速プレイしていきたいと思います。はい、こちらがね、実際のプレイ画面となってまして、A で左に動いて、D で右に動くと、で、S で下に動いて、W で上に動くと、こういった感じですね。で、A をね、2回こうポポンと押すとこうダッシュしてくれて、要はね、こう行きたい方向にね、こうダブルタップをするとこんな感じで走ってくれます。で、あとは Z だっけな、そうですね、 Z で、このメニューボタンが開いて、で、なんかね、決定をするときは E ですね。E を押すとこんな感じでね、先に進みます。で、ここでは自分のモンスターを確認できまして、まあ、モンスターのね、フロントとかね、ミッド、あとね、バックという3種類の編成がありまして、まあ、なんかね、こちらの編成によってもね、多分ね、攻撃される順番とかが多分変わってくるという感じかな。まあ、とりあえずね、今は2体しかいないので、このままにしますけれども、まあ、あとは、まあ、アイテムとかも確認できると。で、おそらくですけども、このね、キャプチャーカードというものが、多分モンスターボール的な役割をしてくれるのかな。なんで、このキャプチャーカードを使って、モンスターをゲットしていくという感じっぽいですね。で、戻るときは、Q。これで戻ります。で、まあ、あとね、他にも、まあ、いろんな、プレイヤーとかね、はい、がありまして、これは他のプレイヤーかとかのね、情報とかを確認できるというものがあったり、まあ、あとは、アチーブメント、デイリークエストとかね、いろんなものがあります。でね、私のパソコンだけかもしれませんけども、なぜかね、こちらのマップを開くと、真っ暗になりますね。でね、フリーズします。まあ、なので、こちらのマップは開きませんけども、じゃあね、まあ、先進んでみますけども、何するのかがさっぱり分かってないんですけども、ここにね、宝箱がありまして、これも E かな ?E で開くと。It's an empty chest. エンプティだから何もないのかな、空っぽですよと。先進みまして、なんだこの辺は。これはこの辺のお母さんっぽい人。Visit. なんとか、なんとか to learn about tokenomics。ちょっとよう分かりませんが、まあ、この辺はじゃあスルーしましょう。で、こっちの方になんかお姉ちゃんっぽい人がいて、あ、やっぱそうですね、シスター。If you have NFT monsters, I can help you convert them to monsters. もしあなたが NFT を持っているなら、コンバートなんて、まあ、交換的な感じができますよみたいなことかな。とりあえずこのね、お姉ちゃんもスルーして、外に出てみます。で、外に出てみまして、あ、ここ日本語だ。ほら、プレイヤーからプレイヤーへって、日本語書いてますね。さあ、日本語に書いてあると、ここに入ってみよう。アリーナ。アリーナでは、これは他のプレイヤーと対戦できるのかな?そうっぽいですね。タロチアリーナ。え?これで、例えば、スタートバトル。じゃ、これ E。E を押すと、これでスタートバトルができる。で、これね、一回一回ね、ちょっとね、トランザクションが発生しまして、ちょっとね、待つ必要がありますけども、まあね、それがまあ全てブロックチェーンにつながっているという感じかな。さあ、で、これ突然ね、プレイが始まりましたけども、私のね、HP がもう1しかありません。これね、ちょっと私さっきプレイしてまして、一回にやられてしまったので、HP が1しかないんですけれども、まずはファイトを選んで、これはあれかな、なんかスキルかな、スキルを選択して、で、攻撃を仕掛けるという感じですね。で、とりあえずようわからんので、適当にやって、これで OK。さあ、そうすると、お、攻撃した。これで攻撃をして、相手にダメージを与えました。おそらく2回攻撃しましたね。ただ、噛みつかれて、はい、これでやられてしまいました。
さあそうするとね、後ろのモンスターが出てきまして、攻撃を仕掛けますけども、これもやられてしまうと。さあこれでやられてしまったんで、ちょっとね、自分のこれ HP を回復したんですけども、これ自分の HP を回復する場所はこれどこにあるの、これちょっとまずそこが知りたいな。これはストアか、ストアじゃなさそうですね。これかなんか、病院っぽい感じです。ほらここにじゃあ入ってみますか。病院っぽいところに来ました。このお姉さんは、お、ヒーラー。 Unchained the monsters is my life's work。 これで OK。 Waiting for transaction。 やっぱりね、毎回毎回ね、こうトランザクションが発生すると。え、終わった、これで、回復しましたよという感じ。モンスターを確認してみますけども、あ、下っぽいかな。これほら HP ね、57分の57って回復してますね。ほら53分の53って回復してますので、あ、これで OK ですね。ではこれで、ちょっともう一回じゃあ、バトルしてみようか。アリーナバトルの方に行ってみる。お、そうですね、やっぱり今度はちゃんと回復してますね。なんで、じゃあファイトで、ファルプレーン。よくわかん、全然わかんないけど、なんかね、右の方になんか説明が書いてまして、フロントダメージが 100%、 ミッドは真ん中かが 75%、 とこれはリセットユアチェーン、ちょっとわからない。じゃあやっぱこれで、攻撃を仕掛ける。さあ攻撃を仕掛けました。よし、いい感じに削ってるよ。うわ、強え、やべ、めっちゃやられてる。はい、こいつやられました。で、やられちゃうと、このね、後ろのモンスターが前に出てくると。やべ、こいつ強えぞ。さあ、ファイト。もう一回同じ攻撃を仕掛けていくと。お、強っ！一発やられたじゃん。ちょっとまだアリーナは早すぎたかな。まだアリーナは早すぎたんで、まずはね、その辺にいる敵を戦ってレベルを上げるという必要がありそうですね。なんでまずもう一回ヒーラーのところに行きまして、回復をしてもらうと。はい、じゃあこれで回復したんで、一回ね、外に出てみましょう。で、まあいろんな建物はあるんですけれども、なんかね、イベントが発生しそうですが、よくね、分かってないので。でね、外に行き方はこっちですね。こっちの上の方にから行くと外に出れまして、で、まあこういうね、おっさんとかに話しかけると、たまにね、バトルが始まります。このおっさんはバトルが始まらないのか。じゃこっちに行きなさいよと。で、画面のね、移動するためにもね、トランザクションが発生するといった感じですね。で、何これ、この辺は、あ、この草むらでいると、ほら、このね、下にいる4体のモンスターが出ますよ、という感じですね。なので、この辺をね、うろうろしてると、たまにモンスターに会う、という感じ。なんで、この辺はポケモンと同じですね。ま、ただ、全然出てこない。え？出ないじゃん。で、じゃあ先進みます。この車があって、向こう側に行けないな。じゃあ、こっち側に行ってみましょう、と。この辺の草むらもなんか出んのかな。あ、出てきた。さあ、野生のモンスター出てきました。でね、じゃまたファイト。ということで、はじめに、これでね、こう、どの敵に攻撃をしますかというところを選んで、なんでこの、グラキシノというね、キャラクター、これはね、一番前のあのね、青いキャラクターになって、こちらをじゃあ選択して、でその次に、この4種類のね、スキルを使って、どれを選びますかという感じですね。野生のモンスターですが、結構強いな。やべやべ。結構強いぞ。ちょっともう1体欲しいな。ちょっと敵がね、3体いて、うちが2体しかいないので。さあ、1体は倒しましたけども、まだもう2体いると。なかなか厳しいな、これ。あれ？あ、でも一番先頭のモンスターを倒したら、これで終わりましたね、戦闘は。でね、ビクトリーということで、50経験値を獲得しました。あ、で、もう一回ね、敵を倒せれば、レベルが上がりそうですね。ほら、今ね、この100分の50になってますので。あ、でね、やられてしまったキャラクターでもね、こちらの経験値はもらえるという感じみたいです。
であれ止まってる時にでも敵にエンカウントしてしまうとこういう感じか。なんでしょうがないんでもう一回戦いますけども、ちょっともう HP が少ない。これはやばいぞ。うわやられた。はい、やられちゃいました。やられてしまったら経験値をもらえないと。でそうすると、お、初めの場所に戻るんですね。で初めの場所に戻りまして、でまたね、HP が減っていると思いますので、そうですね、 HP が減っちゃっているので、まずはヒーラーのところに行って HP を回復すると、まあ、この辺もポケモンと同じですね。であとね、一個だけ試したいのが、このキャプチャー。このキャプチャーをしたいんですけども、これね、ポケモンと一緒だったらね、いきなりキャプチャーをしてしまっても多分、ゲットできないので、ちょっとね、戦って、まずはダメージを与えてから、これでキャプチャーをすると、このね、モンスターをゲットできるのか。ちょっとね、それに試してみたいと思います。さあ。まずはこれでダメージを、やべ、これ倒したかな。お、ギリギリ HP を削ったんで、さあこれで今度キャプチャーしてみよう。さあこれでキャプチャー、ウェイティングフォートランザクション。これもキャプチャーをするときにもトランザクションが発生すると。さあこれで、カードゲットできるか。さあどう、いった、おいったか。あ、でキャプチャーをしても、これで経験値がもらえるんですね。でキャプチャーしましたよとなると、自分のチームもう一回確認してみますけども、これ、お、入った入った。これで、ね、3体ゲットしたんで、もっとね、強くなるでしょう。あ、やっぱり、ね、さっきね一回キャプチャーしたんで、もうねこのキャプチャーは選べませんね。なので、またね、キャプチャーをするためには、キャプチャーのカードかなが必要になるという感じですね。まあ、こんな感じでね、少しずつ、モンスターに、ね、キャプチャーしていって、どんどんね、自分のモンスターのレベルを上げていくという、本当にまあね、ポケモンみたいなゲームになっていますね。はい。ということで、初代ポケモンのような世界観でプレイができる、タロチゲーム、プレイしてきましたけれども、ブラウザ版の、ね、ゲームということで、特にね、ウォレットも接続する必要がなくね、気軽にプレイできるゲームになっていますので、まあ、ぜひね、一度お試しください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。